はい、こんにちは、もめと申します。ピエロット実況プレイ続きからやっていきたいと思います。前回は巨人のね、ビッグを倒したんでしたよね。5つの魔の1人、あと4つあるのでそれを行かなきゃいけないのかなと思うんだけど、おーっと、そうだそうだ、こういうところは、こういうところも部屋だったんだ。めっちゃ不気味。ぬいぐるみがひしめくように置いてありますね。ああ、出たくないかったのよ。なんだ、この人ももしかして人形使いなのか？話しかけてみよう。うひひ、俺のクマちゃん。かなり危ねえやつ来たよ、ちょっと。なんだお前、気色悪いやつだな。その手に持ってる人形、ちょっと見せてくれ。アンティークをか？嫌だよ、お前みたいな変態に。流れるような金髪、吸い込まれるような青い目、雪のように白い肌。お願いだよ、見せてくれよ、うひひひ。そうそう、何この人、私人間だったら鳥肌立ってるよ。人形使いの吉高です。極度のドールジャンキーなんです。人形使い、こいつがか。よかったね、仲間ができて。こんな変態と一緒にすんなよ。悪い人間ではありませんよ。ただ人形が異常に好きというだけです。まあ確かに殺意は感じないけどな。私は別の感情を感じるけどね。俺はピエロゲームなんかに興味ない。あんなのをやるのは狂ったやつだけだ。お、イカれた外見してる割に言ってることはまともじゃねえか。俺が興味あるのは人形だけだ。前言撤回。まあ待ってください。この人形、この部屋の人形は全て吉高の手作りです。なんて器用なんだ。彼にアンティークの丈夫なドレスを縫ってもらえばダメージを減らせるかもしれませんよ。アンティークの防御がここで。ほほほ、これってもしかして巨人の間に行く前にさ、作っとくもんじゃないのか。私バカだね。だからアンティークちゃんね、一回倒れちゃったんだね。お、それいいな。作ってくれるのか？散々変態呼ばわりしといて、それはないよね。悪かった。ま、同じ人形使いのよしみで作ってあげないこともないけど。それにそんな愛らしい人形ちゃんのドレスが縫えるなんて幸せだしね。でも条件つけていいかな。条件。人形やぬいぐるみを見つけたら俺にくれること。代わりにドレスを縫ってあげるよ。くれた人形が俺の好みであればあるほどいいものを作ってあげるよ。ちなみに俺が一番好きなのはやっぱ着せ替え人形だよね。わ かった。人形やぬいぐるみを持ってこりゃいいんだな。楽しみに待ってるよ、うひひ。私、吉高さんが作ったドレス着るのちょっと嫌だな。どこにあるんだ？手に入れたらすぐ持ってきてくれよ。早く俺のものにしたいから。そんなのどこにあるの？アンティークちゃんの。あ、そうだ、こういう多分風船とかに入ってるんだろうね。未だにわかんないんだよね、風船の割り方が。お、水の中でも息ができるようになる。これは水中戦か。マジか。やばい、風船の割り方がわかんない。やピーやー。これ全部吉高さんの、部屋なんだね。はい、こっちにおいでおいでおいで。とりあえずじゃあ、サトルさんの部屋にまた戻ればいいんだよね。こっち。やばいやばい、あっちからも。これなんだっけ？あ、電話があるだけか。いつかでも電話するんだろうね。電話、鳴ってるよ。めっちゃびっくりした。え？かけてんの誰だ？あー、聞こえますか、誠司さん。ああ、
お前は誰だ？どこから電話をかけている？私はホームページ管理人です。いつも、閲覧ありがとうございます。ホームページの管理人さん？それにしても変な声だね。機械音声だ。生声じゃない。タイミングよくかけてきやがって。俺が今ここにいることを知ってたのか？はい。いつでもあなたを見ていますから。なんか気持ち悪い。私はあなたの敵でも味方でもありません。こうしてあなたと話す機会を作ったのは聞きたいことがあったから。なんだよ、わざわざ電話でってことは BBS ではかけない、かけないことなんだろうな。死体知りませんか？は？死体？切れちゃったみたいだね、電話。そっちから質問しといて切んなよな、切んなよな。しかもめちゃくちゃ気になる質問内容だったぞ。死体って、あんた誰か殺したの？そんなわけあるかよ。なんだ死体って、俺と関係あるのか？どうした、サトル。いえ、何でもありません。何なの？どういうこと？あー、おびき寄せて、おびき寄せて、小指。死体知りませんか？どういうことなんだろうね。とりあえず部屋に戻ったらなんか書き込みが増えてそうだよね。ということで、あれ増えてない、特に。まあまあまあ、とりあえずじゃあ、はい、休憩をとって次はどこに行ったらいいんだろうね。はい、全回復しました。とサトルさんに話を聞こう。俺は会ったことないけど団長ってひどいやつなのか？こんなゲームを作るくらいですから大体わかるでしょ。とんでもないサーカス団に入団しちまったな。団長のことならカナに聞いてみるといいですよ。一応彼女は団長の娘ですから。そんなこと聞いてないぞ。言ってませんから、ぜひ聞いてみてください。まあ、でも前回のさ、びっくりした、前回のなんか団長と葵ちゃんが話してるところから、かなちゃんは団長の娘みたいな感じなこと言ってたから、それはまあ知ってたんだけど、まあとりあえずかなちゃんに話しかけよう。かな、お前団長の娘なのか？なんで言わなかったんだ？別に言っても何も変わらないし。娘なら団長がどこにいるかくらい知ってるんじゃないのか？知らない。即答だな。大体あんたの団長探しに付き合ってるのだって。私も団長に会いたいからだし。私も団長に、ゆえに聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？葵が私の首を狙っているのは、きっとゆえの差し金だ。葵には自分というものがない。まるでゆえのおもちゃのように。だからきっと葵は、ゆえに動かされてるだけなんだ。なんでゆえが私の首を欲しいのか、それを聞きたい。なるほど。カナにも団長に会う目的があるわけか。じゃあ BBS チャット欄見ましょう。どこまで行ったっけ。これはさ、セージが書き込んだやつだよね。 R の助言その2、特殊技能はレベルで習得するものと、レベルでは習得できないものがあるようです。レベルで習得できる、取得技能の最高は20。レベル20以降はいくらレベルを上げても、特殊技能を習得しないようです。20まではいろいろ覚えるけど、それ以上は、それ以降のレベルでは取得しないと。道具か何かで、技マシン的な何かで、じゃあ覚えていくって感じなの。カナじゃないの。俺は踊り子のカナが花形だと思ってた。
団長の娘らしいから七光っぽいけど実力もちゃんとあるよ。人気もあったし、でも2年前の炎のステージから舞台に出なくなったね。あんなことしたんじゃ出ないじゃなくて出れないか。炎のステージかなく関係ある。さて何を書き込もうかな。悟りについてがかなり謎だよね。老いぼれピエロっていうだけしか。あと何か言ってたかな。思い出せない。とりあえず悟についてちょっと聞いてみよう。悟っていうピエロ知ってますか。ゲームのルールやこのサーカス団のことをいろいろと教えてくれるんだけど、うさんくさいやつです。本当にこいつを信じていいのやら。そういえば悟もさ、このピエロゲームの標的にされてたよね。でも悟の制裁は何だったんだろう。わからないことがちょっとまだ多いですね。はい。ということで、じゃあ他のところに行けばいいのかな。お、次は水槽の前行きましょう。司るのは、人魚セイレーンです。人魚セイレーン、なんか強そうな、可愛いで強そうな名前だね。巨人の次は人魚かよ。人魚か、いいね。そっか、酸素マスクっていうのをもらったんだったよね。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ多分バニーちゃんに、あー、カット。はい、失礼しました。いやー、連打連打しちゃうのね、ほんと癖なんですよね。とりあえずなんか絆創膏かなんか買っとこうかね。よいしょ。あいつがいるよ。この前、あやばいやばい、この前金を奪って逃げたあいつがいるよ。おいおい、どうなってんだよお前。あ、お前金返せよ、20円。ゲッ。いやー、あいにく今も手持ちがなくってね。これでチャラにはしてくれませんか。あ、風船針を受け取った。やったー、ありがとうありがとう。うん、いいよ、20円なんかチャラにしてあげるよ。豆心広くて優しいから。この針は、なんと、風船を割ることができるんだぞ。な、すごいだろ。んじゃ、そういうことで。いや、うん、ありがとう。まあ、いいか。これで風船がバンバン割れるってわけか。やったぜ。強いのは特に出てないか。うん。じゃあ、絆創膏とか、そういうのだけを、とりあえず買って、40ポイント。まだ80ポイントまではいらないよな。どんぐらい持っとったらいいかな。あ、間違えた。季節状態から100円もするのか。これでも1個欲しいんだよな。毒は、悟る治療できるんじゃなかったかな。だからいらないよね。これ欲しかった。季節以外の状態以上、多分あの麻痺とかも、まあいっか。とりあえずちょっと風船をパンパン割っていっていいかな。そこにある風船、風船、この風船パン。はい、キャンディーが入っていた。キャンディーは手に入ったら使えって言ってたよね。あ、キャンディーが注射器に変わった。たった今欲しいと言った注射器に、ありがとう。なんかさ、こっち側にも風船あったよね。ちょっと割っていこう。よいしょ。なんだ？え？嘘だろ？ちょ、ふざけんじゃないわよ。そんな罠もあるんだね、風船。ありえねえよ、バカ野郎。あ、やばい、やばい。あの、ポケモン方式で歩いた時に、歩いただけで食らうんだ。やばいって。ちょっと寝る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 。これでさ、回復するんだよね、多分。よいしょ。はい。え、ちょっとむやみに風船割れないじゃん。黄色がダメなのかな、それとも。さっき赤色を割って、これで大丈夫なんだよね。OK、正常。びっくりした、マジで。風船怖い。風船怖い。まあとりあえず、じゃあ進んでいきましょう。でも目についた風船はね、壊していこうかな。じゃあバニーちゃん、次はどこに行ったらいいのかな。
水槽の間、右足の塔から行きます。ここの右上ですね。 OK。 部屋全体が水の中らしいです。水中でも呼吸できるものを用意しないとダメです。これ完全囲まれてるんだけど、どうしよう。ピッ、 OK。 やる。ここでいいのかな。これはなんだ。あ、いける。あ、鍵がかかっているようだ。白い風船があるね。ちょっと気になるけど、まあいいか。よいしょ。あ、ゾウさんおる。ゾウさんおるんだけど、めっちゃ入れない。まあまあまあ、サーカスにゾウさん、すごい。じゃあすっごい広い部屋なんだねこれ。あ、誰かいるよ。すみません、こちらの塔は清掃中です。もうしばらくお待ちください。了解です。とりあえずじゃあここ。え、待って、今のさ、清掃中になっていたところのが水槽の塔。あなたセイジ、今やってるピエルゲームの対象者よね。オッケー。心配しないで、殺そうなんて思ってないから。ねえ、私占いができるの。あなたの運命占ってあげましょうか。じゃあ占ってもらおう。じゃあ私の質問に答えてね。ほい。今、あなたの大切な人が海で溺れています。溺れているのは4人。救命器具は1つだけ。誰を助けますか？母親、妹、恋人、自分自身。ちょっとどうしよう。お母さん？今あなたが、海で溺れています。見ているのは4人。誰が助けてくれましたか？じゃあ、恋人に助けてもらうなんて、ねえ、なんか、リトルマーメイド的な感じで素敵じゃないか？今、あなたの仲間が海で溺れています。溺れているのは3人。溺れているのは3人。救命器具は1つだけ。誰を助けますか？アンティーク、カナー、サトル。サトルはね、自分で頑張って泳いで。アンティークは人形だから浮くんじゃないのか。ということで、じゃあカバちゃんを助けよう。あなたの運命の結果は本当。でも運命は変えられるものよ。これをあげるわ。運命に光が差すように。キャンディーをもらった。これなんか意味あるのかな。わかんない。よくわかんないけど、まあいっか。キャンディー使おう。キャンディーが消毒に変わった。ちょっと待ってよ。あ、待って。ちょっとね、そこの張り紙を読みたいよ。読みたいんだよね。あー、待って。これこれ。水槽の間じゃないのか。右足の塔だよね、やっぱり。え？どういうこと？左足の塔。あれ、いけないんだけど。ということ、ちゃんと持ってるよ。あ、装備しないといけない的な感じなのかな。ちょっと待って。ちょっと一回、ここから出てと。あ、ここにも人がいる。よいしょ。そういうわけではないか。でも持ってるよね、空気マスク。なんでいけないんだ？どういうこと？うん、何をしたらいいかわからない。え、水槽は？だけど右足の塔は清掃中のことが多いから、終わるまで館内を探索でもしたら。あ、了解しました。ちょっと一回じゃあ回ってろっていうことですね。じゃあちょっと風船を割りに行きましょう、いろんなところに。そういえば、こっち側とかもさ、入れはしないんだね。あと風船ってどこにあったかな。んー、あ、そういえば一番最初にさ、起きた場所、あそこに風船あったよね。行ってみるか。ステージ広いな。めっちゃ広いよな。素敵。よいしょ。危ない。もうね、こいつらとは戦いたくないよ。
あとそうだな、あの巨人の間にも風船が何個かあったと思うんだよね。よいしょ。とりあえずここ地下。久しぶりに戻ってきましたね、地下。確かここにね、あー危ない、危なたん、あったと思うんだよね。よいしょ。ほら黄色い風船割るの怖いな。ちょっともう排除する、排除しちゃう。はい、排除しました。ということで割りましょう。はい、に、あー、うん、あ、あり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 がとうありがとう。はい、まあもう、まあ、うれしいよ。あとはおっと危ない、おっと危ない。巨人の間ってさ、いけるのかな。なんかいけないような気がするんだよね。もうあれ、ここら辺なんかあったっけ、風船。覚えてない。ちょっと見回そう。なさそうだね、なさそうだね。うん、ないや。じゃあとりあえず、これでお願い、水槽の間の掃除を開けてよー。よし。でもね、この子たち超簡単に倒せるようになったんだよね。いやー、レベルがアップしましたからね。終わってたよ。もう終わってなさいよ。絶対だよ。お願いだよ。あ、それか、こういうところさ、調教室？なんでここにセーブがあるのかがちょっと怖いんだけど。危険。ここより先、猛獣の間。あ、猛獣の間。そんなんもいけるようになっちゃうのね。怖いな。このちっちゃい建物は何か嫌な空気が漂っている。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとセーブしてから開けてみよう。気になるよね。あー、上書きしちゃったけど、まあいっか。よし、開けてみます。なんだよ、開かないのってよ。そして敵に捕まっちゃったよ。下のじゃあもう一個下に建物があったので、下の建物を調べて、水槽の間開いてなかったら、お、なんだ、手紙が置いてある。手紙が置いてある。紙が劣化していてかなり古そうだ。読んでみますか。はい。歌姫の君とは窓越しでしか会えないけれど、いつもいつも君を思っています。君の心が僕になくても、君の思いがどうか届きますように。サーカス団一の歌姫。どうもありがとう。私にはそれしか言えないけど、あなたが笑うと私も笑顔になれる。あなたが泣くと私も悲しくなる。あなたの気持ちに応えることはできないけれど、あなたのくるくる変わる表情が好きです。笑顔の素敵なピエロさん。これは歌姫さんとサトルのなんかやりとりっぽいよな。サトルの部屋にもこんな感じの手紙があったもんね。はい、10円。 ありがとうありがとう、ありがとう。よし、ちょっとじゃあ、あそこ空いてるか様子を見て。はい、空いてない。じゃあ今回はここで終わって、次回はなんとかあそこに行けるようにしたい、しときたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。